ジャズ生活のいろいろ、どうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーです。ということで今日はバリーハリスセオリー枯葉のアドリブ編いきましょう。ということで、えらいちょっと難しいもんなっとるけども、まあ落ち着いて、これを理解できたらいろんなレパートリーね、アドリブの引き出しができますので、ぜひ最後まで見てください。前回に引き続きアドリブ編なんですけども、よくあるね、アナライズからアドリブするやり方とちょっとね、かなり変わったやり方になってます、バリー・ハリスさんで。わけのわからんような、ね、用語がねポロポロ出てくるかと思いますけども、これ今までのバリー・ハリスよりをね見ていただいたら理解できると思います。でまだ見とらんよっていう方が見えましたらね、こちらのね過去のこのシリーズ見ていただければ、今日の動画より深く理解できるようになります。ということで、ベーシャリはもういいもんで早速やっていこまい。 Am7flat5、 譜面にはこう書いてありますが、バリー・ハリスさんは Cm6 と理解してやっております。ね、これが浮き彫り、コードトーンがこうなるよね、これを中心にやっていくという感じですね。まあここは Cm6 から見ると7、5いって6、マイナーサード、6、なんだっけこれ2度なってるね。でこれマイナー6から見ていくと7、5、6、マイナーサード6、ナインスという感じになってます。で C マイナーから見るとこうね、一度ねフラットナインスいってセブンスいって、一度いってフラット5度いって4度行く感じだね。だけどこれって D から見るともうこれ D の1度になってるので、もう次目指すところをもう目指してるという感じですね。という感じね。 D7 のところだね。ここを半音上のマイナー6と、捉えてます。なので E フラットマイナーの6という感じですね。ではこれ、ここからねちょっとややこしいですよ。ね、こういう感じになります。でこれ、ここのマイナー6、 E フラットマイナーを見ていくと9、マイナーサード、5度、6度ナインス、フラットナインスで、1度メジャーセブンス、セブンス6度いって、5度いって、これは何でしょう、これマイナーサードね。でこれ1度っていう感じだね。でここまでいく。指大変だけどもなんか素敵な響きですね。こっちでもいいですよ。ピックの下はこっちの方がいいかもしれないね。こっちの方が僕はね、指親指弾きなんですごい楽なんでね。ここねポイント、もう全部ここで指を使い切っちゃう。小指から人差し指いってで入れ替えるね。でそうすると小指が開くからねっていう感じでね。このあと Gm7、 これを彼は Gm6 と捉えてるね。この感じなんで、ここから半音下がると G の5度がある。でメジャーセブンスからアプローチして1度いってナインスいってマイナーサードで、ここで飛びを5度、6度1、マイナーサード、5度という感じ。最初はこっちのポジションね、ケージシステム C のフォームのマイナーのやつだね。これを見ながらいって、こっちに飛んだ時にこっちに見ると
A ポジション見失いにくくなる。でこの後もう無理やりなんだけどね、ここから G マイナーから G7 行くところは半音上の、マイナー6を見てるよっていう感じだったね。これね、と来てます。ここはもうセブンス G マイナーセブンスのコードトーン、1マイナーサードコード7いた戻って、今度ここさっきアプローチノートこっちだ言ったけど、ここから半音下がってここ、そうすると半音上のここ、ここで、マイナー6を見ます。そうするとここ A フラットマイナー6が出てきます。6、1、3、5、6ね。でこのあと先に解説しよう、 C マイナー F7 のとこね。で C マイナーのところは E フラット6を見て、F のところは半音上の F シャープマイナー6をって感じだね。でまず C マイナーのとこもうここの E フラット見ると 2、3、5 メジャー7ナイスでまた戻って、でここで今度6のを出すよ、2、3、5、6ナイス6、5ね。で次 F ね、で次 F 行くよ、とくる。これはアプローチノート一度 F のね、まず F を置いて、1、3、5、7戻って、今度 F シャープマイナーね、で6、1、3、5、6で感じでできてます。という感じです。なのでコードで言うとタタ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 これすごい大変なんですけども、とりあえずねこの比較をするためにもう無理やり詰め込みました。なのでという感じでゆっくり、全然こういう感じ行きと帰りをね分けてやる感じでやってください。指が疲れちゃいます。ここね Bb フラットメジャー7のところ、彼は F6 と見てました。はい。で E フラットメジャー7のところは彼は B フラット6と見てます。でこれは前、ちょっとだけ説明します。ちょっと詳しく今度これは説明します。F を見ながら。とやってるわけです。だけども実際は B フラットから見るとナイスメジャーサードいって、一度メジャー7、6、5度、4度。ここの時はもう E フラットメジャーなのでメジャー7。メジャーから9スいって5度にって感じだね。ね。という感じだ。6、この意識することによってここのね、ところのメジャーサードのところを意識していることになるので、どっちみちねそういう感じになります。ということでこの怒涛のアドリブ、あと最後8小節になりますのでどんどんいっていきましょう。 A フラットマイナーのところね、これ6として見てると3マイナーサード上のね、という感じで C から見るとという感じで見えてます。 Am のところで鳴らすとこういう感じ。
でこれ A マイナーから見るとフラット5度マイナーサード4度いってでフラットナイス1度7、これなんだフラット6度でフラット5度になると降りていくという感じですねという感じです。で次 D7 半音上のマイナー6度ですねという感じで半音下がるこっちになるからねここから半音上の6を見ていく感じでこの時に人差し指を、ね、スライドしてという感じ見ていくそうすると7スからフラット9という感じでできるね。ね。で最後 Gm7 と Gm6 という感じで見ていく。C の半上のね6でもいいんだけどももうめんどくさいので7と6の関係をねこれ分かってほしい。とりあえずやりました。そこの7の場合ではなくてこれを6にすると C から見るとこれねメジャーサードになる。なので Gm7 を弾くと7531でこれ6度にすることにこっちに行ったからね。でこれ C7 から見ていくと3579という感じになるという響きだ。であと同じだで譜面上では E フラットメジャー行って Am7 フラット5と D7 行って G に戻るってとこだね。ここは、ね、B フラットの6を見てやってます。なのでここの6に注目してターゲット1度から7スなんだけどもターゲッティングしてで4度で9スで1度いくでこのあと A マイナー C6 見るよ単3の上のねマイナーだよただも遊び、ね、という感じでやってもいいよね。という感じで普段やってるアナライズとは全く別の角度からやることによっても面白い発想が生まれますが、とりあえず頭がパンパンかと思いますのでゆっくり今日はもう休んでください。ということで最後にもう一回、見てみてください。いかがでしょうか。こんな感じでねバリー・ハリスさん考えてるんだなと思うとなんかねすごいね天才かなとやっぱり思います。素晴らしい偉人です。そんな偉人たちにね追い抜け追い越せ引っ越抜けということで皆様今日も一緒に頑張りましょう。
ということで、今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひいいねボタンやコメントで何か書き込んでいただければ大変励みになります。で特に何とも思わなかったよって方がおりましたら、電動歯ブラシとだけでも書いていただければ、これ幸いでございます。ということで電動歯ブラシの充電がなくなった時に焦っている私レイダヒゲですけども、Facebook や Twitter、Instagram などを低頻度で、更新しておりますので、そちらフォローしていただきつつ、お皆さん何やっとんだ早よなんか書けという感じで、私レイダヒゲをいじってみてはいかがでしょうか。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。